下がってこい。これパチンコだ。ここ？ない。おお。罵っておくれ。ちょっと気になるから見てみるか。S.M. クラブ。エスコの部屋。部屋じゃない。エスコの家。罵っておくれ。ん？これセブンでもなんか見たことあるぞ。この絵は。龍が如くセブンでも見たことあるぞ。さあ早く公衆の目の前で私を罵っておくれ。何かと思えば SM クラブの客か。こんな人通りの多い場所でのプレイは正直勘弁してほしいぜ。それじゃあこのおじさん、はい続けて、このエッチ、もっと魂を込めてまた来てください。このお客さん、ダメだねダメだね、女王様なのにまだまだ S が足りないね。ダメダメ、全然ダメだよ。あゆちゃんプレイの時もダメだったけど、まさか見送りの時までそんな感じだとは。どこがいけなかったでしょうか。まず最初罵り文句がおじさんだったね。おじさんがおじさんって呼ばれるの普通だよね。そうですよね。次にエッチってもうね、五感が可愛すぎ。それにこんな店に来る客はみんな当然エッチでしょ。周知の事実を言われても快楽は得られないよ。はい、しかも最後また来てくださいお客さんって、もうそれ普通に接客だよ。全然セーム関係ないよ。そうだね、もうあれよね、 S に言うな、もう二度と来るじゃねえこのクソハゲぐらいはね、いやないダメだね、このクソハゲジジイとかね言わないとダメかもしれないね。申し訳ありません、もうあゆちゃんは女王様なんだから、そもそも謝っちゃダメだよ。罵り以外は僕の好みとストライクなんだけど、このままじゃ厳しいな。次もダメだったら他の子を指名することにするからね。それじゃあ、う SM も大変だな、泣いてるようだし慰めてやった方がいいか。だね、せっかくならちょっとお話しかけるか。おいおい、大丈夫か。すいません、公衆の目の前でお騒がせしました。いや、まあそうだが、 SM ってのもいろいろ大変だな。キリュウさんは SM の世界よく分かってそうですな。はい、大変です。傍から見ててどうでした？私はやっぱりこの仕事は向いていないですよね。確かに女王様するには物腰が柔らかすぎるような。さてはキリュウさん、言ったことあるな、その言い方は。人を罵るのってとても苦手で、ましてや相手はお客さんですし失礼かと。お前の客たちはむしろ罵られたくて金を払ってる気がするが、そんなに人を罵るのに抵抗があるならなんで女王様をやっているんだ。私昔から人に文句を言うことができないんです。友達にひどいことをされても笑って許し続けてここまで来ちゃいました。でも自分の感情を隠して築き上げた人間関係なんて所詮上辺だけ。気づいたら本性を言い合える友達が一人もいなかったんです。だからそんな自分を変えたくて人にズバズバ物を言える女王様になってみたんですけど、やっぱり合ってなかったみたいです。なんかちょっと違うよね、女王様と人にズバズバ物を言える人とまたちょっと違う気がするけどね。発想の飛躍がすごいな。まあでもそんな志があるならもう少し頑張ってみたらどうだ。でも私には女王様の才能が。おい見ろよ、女王様がいるぜ。お、なんだなんだ。すげえ格好だな女王様、俺のことも責めてくれん、ギハハハハ。すいません。なあ、なんだ、なんか言いたいことでもあんのか女王様。ないです、すいません。なんだよこの女王様、全然女王様っぽくねえでやんの、ハハハギハハ。迷惑だとよ。なあ、こいつの代わりに言ってやる、店の前でたむろするな、迷惑だ。はあ、お前しゃしゃり出てくんなよ、 SM クラブに通ってる M 豚野郎のくせによ。M 豚野郎、そうね、こうやって隣にいたらさ言われても仕方ないけど、俺は客じゃねえ、とにかくさっさと消えるな、迷惑だ。ち、指図してんじゃねえぞ、ほら
MRO は殴られて喜ぶんだったな。なら俺らでお前を気持ちよくさせてやるよ。あははは、 M 部隊のって言われてますけど、キリュウさん、まあ、あれなんですかね、 S に見えて実は M に見えるって。ちょ、面白かったな。 M 部隊のだってよ、キリュウさん、どうします。いでもね、いや、もしかしたら M の素質もあるかもしれないということですね。でいや、面白いよ、面白すぎてさ、素で笑っちゃったよ。ないもう殴られて、おい、まあ、確かに殴られるの傾向嫌いじゃないけどよ。ほら、どうだ、殴られるのはさ、嫌いじゃなさそうだけどね、キルさん喧嘩好きそうだしね。おい、おらおらおら、おい、どうだ、おらゲホゲホ、こいつド M 野郎のくせに強え。俺は客じゃねえって言ってんだろうが、まだ殴られてるか。おい、ひい、これからは相手を見て喧嘩売るんだな。今度俺の前に現れたら潰すぞ。うわと、お助け、すまん、結局店の前で暴れて迷惑をかけちまった。いいんです、さっきの人たちに私の気持ち代弁してくれてありがとうございます。それで、なんだ、私に罵る言葉を教えてくれませんか。何、罵る言葉。はいはい、あなたが先ほどの人たちに吐き捨てた言葉、私しびれちゃいました。私あなたみたいになりたい、あなたみたいに人を罵りたい。いや急にそんなことを言われてもだな、私自分を変えたいです。お願いです、私の力を貸してください。罵る言葉を教える、いやー、どうな言葉を教えようかね、キリュウさん。会ったばかりの俺にこんなお願いするくらいだ、この女本気で自分を変えたいようだな。罵る言葉を教えてやれる自信はないが、俺が何か力になってやれるかもしれん。ああ、分かった、俺でよければ力になってやろう。本当ですか、ありがとうございます。私、女王様のアユです、よろしくお願いしますね。ああ、俺はキリュウだ、よろしくな。うん、と言っても、一体何をどうすればいいのやら。そうですね、とりあえずここじゃなんですので、公園に移動しましょう。わかった。こんな公園でプレイするつもりか。めっちゃ目立つよ。公園に着いたはいいが、まずは流れに沿ってやっていきたいんですが。お、なんだ、流れってのは SM というのは役割を演じる遊び、いわゆるロールプレイですからね。私とキリュウさんが女王様とお客さん役になりきって SM プレイの一連の流れを練習することにより、 SM というものをより理解できる気がするんです。なるほど。うん、ちょっと待て、もしかして俺が客の役をするのか。はいはい、キリュウさんには M のお客さんになりきってもらいたいです。いや、これは皆さんドキドキしますね。そして女王様である私がどういう言葉で罵ったらいいか、逐一教えてほしいんですが。いや、しかしだな、お願いします、私変わりたいんです。ここまで言われたらね、やるしかないよ、キリュウさん。これでダメなら私一生当たり障りのない女として生きてく気がするんです。重たい。心の声が聞こえてるよ、心の声が。確かに実践的な罵り方を練習した方がアユのためになると思うが、今更断るわけにもいかんし、仕方ない。分かったよ、仕方ねえな、変なことはしねえからな。やった、ありがとうございます。ではまずキリュウさんは女王様である私の部屋に入るところからスタートしてくれますか。やってみよう、こんな公園で。女王様、今日はよろしくお願いします。どういう気持ちでこんなこと言ってんのかな。はいはい、よろしくお願いします。なんか違うな。え、いや、俺も役になりきれてないから強くは言えんが、アユ、お前は女王様なんだろ。はい、一応。
人を罵る以前に女王様としての自覚が足りてない気がするぞ。こういうのは最初は肝心だ。最初一言で客とお前の立場をしっかり位置づけてやらないといけない。おーおーおー、いいアドバイスじゃないこれは。なるほど、それじゃあ私はお客さんの挨拶にどう返せばいいんでしょうか。いやこれはね、豚が人間の言葉を喋ってんじゃないよ。豚が人間の言葉を喋ってんじゃないよだな。なるほど、人間として扱っていない感じ、すごく女王様っぽいですね。ああ、M の男の気持ちは分からんが、きっと興奮するんじゃないだろうか。それでは気を取り直して。女王様、今日はよろしくお願いします。豚が人間の言葉を喋ってんじゃないよ。すみませんこんな感じなんだろうね、やりとりはね。自分で指導しておいてなんだか、俺は何をやってるんだろうか。このさ、哀愁漂う顔よ。それで今日のプレイはどうするんだい。何？プレイの内容について相談してください。 SM って人によって思考が全然違うので、お客さんと相談してから内容を決めるんです。なるほど、しかし急にそんなこと言われてもだな。そうですよね。じゃあプライベートだったらでいいです。キューさんは女の人にどんなことをされたいんだい。俺がプライベートでされたいことか、特にないが、ここは MO っぽく振る舞っておくか。いやどれがいいかな。でも無知で待って、恥ずかしい格好させられたい。いや恥ずかしい格好するキリュウさん見てみたいな。どれがいいかな。無知はね、やっぱまあ無知はされてもらね、そんなだけど、ヒールで踏んでほしいか。ここは恥ずかしい格好させられたいなら、いやここはちょっと恥ずかしい格好させられたい、選んでみますか。はい、恥ずかしい格好をさせられたいかな。このさ、イケボでさ、こんなこと言われてもさ、逆にドキッてするよね。へえ、キリュウさん、そんな人は追いかけによりませんね。本当にされたいわけじゃない、ちょっと行ってみただけだ。まあいいんだよキリュウさん、そういうことにしといてやろうかな。それにその反応は女王様として間違ってると思うぞ。性癖を暴露するという美味しいパスがあるんだ、そこを生かした返答をするべきじゃないか。なるほど、でもどういった返答をすればいいのでしょう。これはさ、あれだね、ちょっとツンデレっぽい、女王様とは違うさ、ツンデレっぽい感じで、これはね、あれだね、もう根本的に拒否られてる感じがするから、この2つは絶対ねない感じするんだよね。やっぱね、そんなことをされてるコムの中にこの変態でしょ。いやこの変態で言葉がね、この M 豚野郎には効くんじゃないのかな。そんなことされてるコムの中にこの変態、これでいこう。それすごく女王様っぽいですね、いいと思います、見習いたいです。何気ない会話の中でも SM 要素を取り入れていかないとな。それでは気を取り直して。いいね、女王様、今日は恥ずかしい格好をさせられたいです。この物欲しそうな顔よ、本当にさ、恥ずかしい格好させられたい、顔がにじみ出てるよ。そんなことをされて喜ぶのかい、この変態。すみません、なんか虚しくなってきてる。いやいいよいいよ、みんな喜んでるよきっと、こんなキリュウさんを見られて。じゃあプレイに入るよ。ねえ何してるの。わあ、お姉ちゃんの服かっこいいな。お兄ちゃんたち楽しそう、僕らも混ぜてよ。坊やたち、これは遊びじゃなくて、待て、アユ、落ち着くんだ。これが落ち着いていられますか。早くここから立ち去りましょう。いや、考えてみろ、 C の女王様だったら、この子供に見られているという状況すらプレイとして利用するんじゃないか。おいキリュウさん、そんなこと言って大丈夫か。なるほど、一理ありますね。それで私はこういう時、あんたに何をしてあげればいいのよ、教えなさい。よし、女王様としての威厳を取り戻したな。
子供たちに見られているこの状況、女王様だったら江村客にどう言葉をかける？待って、あんたの恥ずかしい姿見られてるよ。もう私だけ見てなさいね。いやこれはやっぱツンデレっぽいね。いやこれはね、いやどっちがいいんだろうね。あえてこのいない存在として扱われてるのか、それともあえてこの羞恥心をよりさらに書き出すのか。いやまあここはね、迷うとこだけどここで行きますか。あなたの恥ずかしい姿見られてるよ。こうだな。なるほど、人に見られているという状況も MO にしてみれば、これはかなりの興奮材料。その興奮ポイントを言葉で刺激してあげて、さらに喜ばせるんですね。ふっ、なかなか分かってきたじゃないか。わかりました。それでは気を取り直して。なんだこの絵は。ねえねえ、さっきから何のお話してるの？女王様。ほらほら、あんたこういうのが好きなんでしょ。あんたの恥ずかしい姿見られてるよ。おお、恥ずかしい。やばいよ、ウケる。お兄ちゃんたちの遊びよくわかんないよ。行こう。いやこれは恥ずかしい。すいません、練習とはいえお恥ずかしい目に合わせてしまって。ああ、いろいろ何か失った気はするが、これでアユが少しでも変われたらいいな。ありがとうございます。お礼をお渡ししたいので、キリュウさん、お店まで来ていただけませんか？わかった。なんだろう、ムチとかかね。私確かこの辺にカバンを置いてたはず。特にお渡しできそうなお礼があるんですよ。絶対これさ、ムチとかだよね。ムチ、お前荷物プレイルームに置いてるのかよ。あゆちゃん、あゆちゃんをご指名のお客さん、ご来店で。おお、あゆちゃん、よかったね。すぐお通しするから準備しててね。え、あ、はーい。おい、おい、客が来るなんて聞いてないぞ。俺がここにいたらまずくないか。まずいことはまずいですけど、もしかしたらこれはチャンスかもしれません。ちょっと流れが変わりつつあるよ。これはもしや3ってやつですか？何？どういうことだ？私、キリュウさんから教えてもらったこと、今から来るお客さんに披露してみます。ちょっとこれはやばい流れになってきましたね。だからその辺に隠れて見守っていてくれませんか？あ、なるほどね。お前意外と肝が据わってるな。ああ、人のプレイを覗く趣味はねえんだが。分かった、見守ってやるから頑張れよ。そういう流れになってしまったのか。でもここまで来たからにはね、キリュウさんも覚悟を決めたみたいで、もうあれだね、失うものは何もないから温かく見守ってくれるんだろうね。はいはい。うお、あゆちゃんまた来たよ。あ、さっきのおじさんだね、これ。お、いいじゃない、あゆちゃん。ねえこれさ、どういうじゃんか、キリンさん。新たなさ、性癖にこれは目覚めてしまうか心配だよ、キリュウさんが。あれはアユと会った時、アユにダメ出しをしてきた客。あれからアユちゃんが女王様としてどれくらい成長したか確かめさせてもらおうね。いやかなりね、成長したから、マゾヒストおじさん覚悟しててね。それでは女王様、今からプレイを開始させてくださいませ。お、さあアユ、練習の成果を見せてやる。なんだこれ。勝手に口を開いてんじゃないわよ。しかも豚のくせに人間様の言葉を喋るなんて生意気よ。ブヒー、すいません、ブヒー。なんだか今日の女王様とても魅力です。ブヒー、もっと私を乗るしってくださいませ。だブヒー、ブヒブヒ言ってて全然わかんないわ。女王様である私が豚語を理解できると思って。いや待って、これさ、アンリがさ、こうやって言ってるのもなんかさ、女王様的な喋り方になっちゃうんだけど。みんな、どう？エモーには聞いてるかな？理不尽だブヒー。アユ、練習の時より一段と輝いているな。それに客もとても幸せそうだ。やったな。そう、それであんた今日のプレイはどうするんだい？はい、
女王様、ぜひとも私めに鞭を浴びせてくださいませ。そして恥ずかしい格好している私めを女王様のお目足で踏んでくださいませ。そんなことをされている雲の会、この変態は、はへー、私めは変態でございます。そうね、娘くらいの年の私に責められて喜ぶなんて、とんだと変態よ、恥ずかしいわね。ブヒー、やらないで。よし、指導した通りだ。客の M 心をがっちり掴んでいるな、その調子だ。しかし、この体勢ちょっときつくなってきたな。少し体勢を変えて、いや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 、大丈夫？なんだ？今の音はほら言わんこっちゃない。あ、まずい、音を出してしまった。いや、思いっきり無理やれてるやん。だ、誰かいるんですか？こうなったら仕方ない。え？え、店員さんじゃないですよね。あゆちゃん、この人は誰なの？この状況はどうする？あゆ、あれは私が用意したギャラリーだよ。え、ギャラリー？あんたの恥ずかしい姿他の人にも見てもらおうと思ってね。どう？いい趣向でしょ？あこういうの好きなんでしょ、この豚。だらしない体も全部見られてるよ。私めの恥ずかしい姿見ず知らずの男に見られちゃいましゅー。おいおい、これはもうさ、がっつれてまくりやで、このおっさん。俺の指導を応用し対処したようだ。あゆ、なかなかどうしてできる女だぜ。お、満足そうだね、おじさん。あゆちゃん、プレイしてくれてありがとう。あゆちゃん、いえ、あゆ様、あなた様の女王としての態度、とてもご立派であられました。え、本当？この前とは比べ物にならないほどの成長っぷり、私め非常に感動いたしました。これからもあゆ様を指名させてください。ふん、当たり前よ、いっぱい指名しなさい、この豚。ブヒー。いやいやいや、よかったね、あゆちゃん。あゆ、やったじゃないか。あー、もう面白すぎるわ。ありがとうございます、キリュウさんとの練習のおかげです。あんな恥ずかしい思い、俺はもうごめんだぜ。ふふ、恥ずかしいことをしていただいたお礼です。受け取ってくれませんか？獣毛の腹巻き。おうおう、私、キリュウさんのおかげで自分でも少し変われた気がします。度胸もついたし、ジョンモス様としてこれから頑張っていけそうです。よかったな、アユ。はい、キリュウさん、次は客として来るのよ。アユ様の鞭で気持ちよくさせてあげるからね。ふっ、無茶は正直考えさせてほしいが、うまく力になれてよかったよ。いや、よかったよかった。いや、どう？お、イメージビデオも。あ、なるほどね、イメージビデオであゆちゃんが見れるようになったのね。いや、アーリのちょっとさ、女王様もなかなかよかったんじゃない？皆さん、コメント待ってます。点数をつけるなら何点かな、女王様としての。なかなかちょっと気持ちを込めてさ、セリフ読んだよ。おお、君に決めた。はい、ごゆっくりどうぞ、ゆっくりしていくぜ。ご丁寧にティッシュもね、ちゃんと置いてあるからね。おお、いいですね、キリュウさん。おお、いいね、いいね。おい、ほい、いっぱいしてるね。え、この上目遣い、いいぜ、この脇も大サービス、脇も。脇フェチにはたまらんね。おー、いいぜ、キリュウさん、どうよ、どうよ。チューしたくなっちゃうんじゃない、キリュウさん、画面に。お、いいね、いいね、この子は脇が綺麗だね。わあ、お、いいね、いいね。あ、それはちょっと、大丈夫ですか？大丈夫ですかね、これ。YouTube 的にギリギリセーフかな。もうでかい天狗に見えてきたよ、これ。これはちょっと、これはちょっとギリギリセーフかな。
ああ。どうだ、すっきりしたか、キリュウさん。おしおしおし。